クロップが遠藤を絶賛、渡る派本当に良かった。プレミアリーグ第4節で、遠藤渡るが所属するリバプール派ホームでアストンビラと対戦。3対0で快勝を収めた、マカリステルに代わって、87分から途中出場。攻守に落ち着いたプレーを見せて、チームのリーグ3連勝に貢献している。クロップ監督派、試合終盤に起用した遠藤について派、こう評価している。渡る派本当に良かった。誰もが分かったはずだが、彼はハードワークして、チャレンジの場面では、素早いアプローチを見せた、アグレッシブで、ボールを奪ってパスを供給してくれた。わずかな出場時間ながら、指揮官を満足させたようだ。だんだん馴染んできたか、10分くらいだったけど、ちゃんと存在感あってよかったよ。アシスト未遂のいいクロスもあったし。3回くらいインターセプトしてたよな。パス派 100% でノーミス、クローザーとして100点の出来だったんだ。この調子で毎回クローザーやれたら普通に良い選手だな。この無理やり褒める感じ、クローザー滝の初期を思い返すな。綿も滝ももっさりが解消されて本来の姿に戻りそうなんだ。綿頑張れ、